時には応援しっかりやってくださいね。そしてピアレンジャーがかっこいいとこ見せた時には大きな声援をお願いします。さあちびっこのみんな、ピアレンジャー登場するよ。ステージの前に集まってください。さあみんな集まったかな。さあそれではお友達のみんなでピアレンジャーを呼んでみましょうか。呼んだら来てくれるかもしれません。いいですか。行くよ。ケアレンジャー来て。せーの、ケアレンジャー持ってこ。ケアレンジャーどこかな。さあケアレンジャー来てくれるかな。みんなもう一回行こうか。せーの、こんにちは。僕たちケアレンジャー、今年もまたこの再開大鍋祭りにやってきました。いやー、それにしても今回もかなり盛り上がってるよね。うんうん、それに会場のあちらこちらから美味しそうな匂いが。もう早くパトロールを終わらせて僕たちも食べに行こうよ。何を言ってるんだイエロー。僕たちはみんなが安心して美味しい鍋を食べれるように最後までしっかりパトロールをしないといけないんだ。そうだよそうだよ、そうすだよ。それに今回もまたいろんなカッチェがやってくるに違いないんだぞ。まったくイエローはどこのイベントに行っても食べることばっかりで趣がないんだから。そんなこと言ったってもうお昼でお腹も減ったし、それにこの大鍋祭り自体食べることをテーマにしたイベントじゃないか。確かにそう言われればそうだよな。考えてみたらみんなが安心して食べられるように僕たちもちゃんと食べて安全を確認しとくっていうのもありだね。いわゆる毒味ってやつですか。いいねそれ。いつも僕たちがパトロールを終わらせていった時には鍋がもうなくなってるもんね。うんうん、そうと決まれば今回の指令、再開時の高級食材を食べ尽くせ。早速大鍋コーナーに出動だ。ラジャーはって毎回こんな感じでいつもいろんなカッチェに邪魔されるんだけど大丈夫かな。うわー、このスープ、パスタと地元野菜が絶妙にマッチしてて美味しいぞ。それにこのスモーク再開豚がなんとも言えないほどうまい部品を。食べた食べた、もう満腹だ。いやしかし今回は誰にも邪魔されないで大鍋を堪能できたよね。そうだね、絶対いろんなカッチェが来るって思ってたのに。ほんとほんと。でもさ、あのお肉再開豚だけにとんでもなく美味しかったよね。あらあら、イエローが豚ちゃんも食べたらとも食いになっちゃうわよ。あいやいや、待ちましょう待ちましょう待ち、もう待てないわって感じ。僕もお腹が減ったよ。この声はおめでんなしゃ。さらにこの変な歌は
ドンバーラ。いや、なかっちが来ないと思ったら、さらに厄介な二人がやってきたぞ。あらあら、そんな厄介者扱いしないでよ。ねえ、ドンちゃん。お邪魔邪魔邪魔、お邪魔か。って感じ。僕たちは別にこのイベントを邪魔しに来たわけじゃないよ。じゃあ何をしに来たって言うんだ、二人揃って。会場のみんなは知らないと思うから教えておくね。なよなよしてるこっちはコメレンナーシャ。オカマっぽくて本当に絡みづらいんだ。そしてこっちのまん丸いやつはドンバーラ。何かと歌を歌いたがる。こいつも負けず劣らずで絡みづらい。どちらも僕たちの邪魔ばっかりするんだ。おおおおおおお、失礼な言い方しちゃってくれるわね。もうちょっとマスの紹介をしてちょうだいよ。そうさそうだよ、世界は友達って感じ。今日は僕たちもみんなと一緒にこのイベントを楽しもうってやってきたんだよ。確かにオメレンナーシャは別にしてもドンバーラーよく食べそうだもんな。ちなみにドンバーラーっていうのは大きく出っ張ったお腹っていう意味なんだ。まあそういうことなら仕方がない。絶対悪いことするなよ。あらあら、分かってるわよ。でどこにいるのよ、どこに。あ、いやいや、緊張するな。ん、おい、二人とも何言ってるんだ。どこにいるのって誰かを探してるのか。それに緊張するって誰か有名人でもいるっていうのか。何言ってるんだは、あんたたちの方よ。来てるんでしょ、たくさん。もちろん渡辺ってつく有名人が、渡辺謙とか。うんうん、今日は何と言っても渡辺祭りだもんね。誰が来てるのかな。渡辺だったら眉優かな、ミルキーかな。それともちょっと時代は古いけどマリナかな、ミナヨかな。どっちにしても楽しみだな。だ、二人とも何勘違いしてるんだ。今日のこのイベントは渡辺祭りじゃなくて大鍋祭り。勘違いにも程があるぞ。そうだよそうだよ、ソースだよ。どこをどう間違えばそんな風に聞こえるんだ。まったく、いつもそうなんだが。ってことはこの後の展開もいつもと一緒。嘘、マジで。デジマ、マジデジマ、そうだったの。渡辺祭りじゃなくて大鍋祭りだったのね。恥ずかぴー、よくも私を恥ずかしい目に合わせてくれたわね。ただじゃおかないわよ。あいやいや、会いたかった会いたかった会いたかった、イエスって感じ。よくも僕を騙してくれましたね。こうなれば切るしかないですね。だ、そっちが勝手に勘違いしたくせに、やっぱりこうなってしまうのか。どちらにしてもこの二人を止めないと。このまま暴れたら大変なことになるぞ。よし、行くぞ、みんな。
ず大したことがないわね、ケアレンジャー。このままとどめを刺してもいいけど、それじゃ面白くないわね。もうちょっと遊んであげましょう。あ、いやいや、まったくだね。これじゃお昼前の運動にもならないよ。くっそー、こいつらやっぱり強いぞ。どうしたらいいんだ。遊んでやるって一体何をするつもりだ。そうね、それじゃこのイベントを本当に渡辺祭りにしましょうか。どっちゃん、あれ出して。うん、わかったよ。チャラチャ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 ーン、渡辺爆弾。この爆弾が爆発すると渡辺ってつく人のモノマネをしたくなるんだ。だ、ズバリそのまんまじゃないか。そこはもっとひねれよ。けどそんなものを爆発させられたら、考えただけでも恥ずかしすぎるぞ。いやいや、やめろ。いやいや、あんたたちもこの大勢の観客の前で恥ずかしめを受けるがいいわ。さあやっちゃって、どんちゃん。はいはい、さあそれじゃあ行くよ。うわぁ、爆発した。どうなるんだ、あれれ。ハーバーライトが朝日に変わる、その時一羽のカモメが飛んだって勝手に歌が。あらあら、これは渡辺真知子ね。懐かしいわ。なんて怖い爆弾なんだ。あれれ、いやー、このステージの作り実に素晴らしいですね。あ、この看板も実にいい。これは建物探訪の渡辺淳だね。あんまり似てないけど。確かに恥ずかしいぞ。あれに、誰よこれ。野球のピッチャー。渡辺俊介はアンダースローだし。あ、わかった、渡辺久信ね。西武ライオンズの。違うの、一体誰よ。あ、いやいや、もしかしてライオンズはライオンズでも渡辺富美男の方なの。やっぱりイエローも案外マニアックだよね。もうそろそろいいだろう。お客さんも引いてきてるぞ。あれれ、花の色移りにけねえな、いたずらに人を愛してはダメって、こんな歌誰も知らないだろう。あらあら、これは、薬師丸ひろ子、原田知世と一緒に角川三人娘と言われた渡辺のり子じゃない。よくもまあそんなもん出してきたわね。本当にやめないと会場の空気が冷えてきているぞ。あれれれ、待たせたな。兄貴、これも懐かしい、コント赤信号の渡辺正幸だ。おい、いい加減にしないと、もう来年から呼ばれなくなるぞ。あれれ、誰？今度はボクシングみたいだけど、具志堅は違うし、和島浩二も違うし。あ、いやいや、分かったぞ。ボクシング渡辺二郎だ。
イエローもなかなかピンポイントをつくね。おい、オメレンラーシャ、この爆弾の効果はいつまで続くんだ。そろそろネタも尽きてきたぞ。何かこのピンチを抜け出す方法を見つけないと。そうだ、ここは会場のみんなの力を借りよう。そうか、みんなでこのイベントが大鍋祭りだっていうことを分からせればいいんだ。よし、それじゃあ会場のみんな、大きな声で大鍋祭りって言ってくれ。いくよ、せーの、大鍋祭り。まだだ、もっと大きな声で、もう一度だ。いくよ、せーの、うわー、来たぞ、再開大鍋祭りパワー。うん、まさしく心も体もあったかくなるパワーだ。よし、もう一度勝負だ。あらあら、まさかこの爆弾の効果を会場の声援で消すとはね。なかなかやるじゃない。せっかく楽しくなってきたところだったのに残念だわ。あいやいや、楽しかったひとときが今はもう過ぎてゆくって感じ。でもこれ以上渡辺ネタで引っ張るのは無理だったかな。今度こそやっつけてやる。倍返しだ。行くぞみんな。これはまさしくジュジュジュって感じ。何を言ってるんだ。元はといえばお前たちの勘違いから始まったことじゃないか。それにここにはこの再会誌を盛り上げようとするたくさんの人たちの熱い気持ちと会場にいるみんなの楽しい気持ちや嬉しい気持ちがまさしく鍋料理のように一体化してるんだ。だから食べることだけじゃなく心も温まる、まさしく再会大鍋祭りと呼ぶのにふさわしいイベントなんだ。それを邪魔する奴は絶対に許さない。よし、それじゃあこのまま一気にやっつけるぞ。みんな、今度は大きな声でケアレンジャー言ってくれ。いくよ、せーの、よし、もう一度だ。もっと大きな声でいくよ、せーの、よし、再開しのみんなありがとう。いくぞ、必殺技再開シリーズ、再開伊勢海老エビ反りキック。いくぞ。渦潮滝。渦潮パン。行く部費よ。やる部費よ。再開ポーク。豚足ションピン。何よこれ。なんだかお腹も心も満たされていく感じ。どうしたんだ。ヘヘイベイベーって感じ。そしてこれでとどめだ。いくぞ、ケアバズーカだ。
みんな、もう一度最後に力を貸してくれ。よし、最後は今日のこの会場で美味しい鍋をたくさん作ってくれたスタッフのみんなに感謝の気持ちを込めて、ありがとうってよ。いくよ、せーの、いただきました。ケアバズーカーエネルギー充填 70%。 あともう少し。もう一度だ。もっと大きな声でありがとうって言ってくれ。いくよ、みんなで声を合わせて、せーの、またまたいただきました。エネルギー充填 120%。 ケアバズーカー1000、ターゲット6、ケアバズーカー発射。いやーバッカーン、また今回もやられてしまったわ。けど最後にこれだけは言っておくわ。これまで3回この大鍋祭りにやってきたけど、初めてこのメインステージに立つことができて幸せだったわ。この後も今度は1時10分頃に、今度はオランダ村会場に現れるから、みんな応援に来てね。待ってるわよ。アディオース。あ、いやいや、今回もまたやられてしまいましたね。けど最後にこれだけは歌っておきます。さよならさ、グッバイマイシスターって感じ。もちろんこれは渡辺徹だよ。再会しの皆さん、また再会しましょう。それじゃあアディオース。やったー、オメレン・ラーシャとドンバーラをやっつけたぞ。それにしても今回は大鍋と渡辺を勘違いするってかなりの力技だったよね。ほんとほんと、おかげでいろんな恥ずかしいモノマネをする羽目になって、もうあんな恥ずかしい思いは二度とごめんだよ。またそういうイエローも結構ノリノリでやってたんじゃないのか。まあ全然似てなかったけどね。なんだって、二人とも人のこと言えないじゃないか。まあまあそう言うなよ。どちらにしても今回は会場のみんなのあったかい大鍋パワーに助けられたんだから。そうだよそうだよ、ソースだよ。やっぱりさ、寒い時にみんなで鍋を囲んで食べると美味しいし、体もあったまるよね。それに笑顔にもなるしね。そうなんだよ。実はこの大鍋祭りもただ素材を楽しむっていうことじゃなくて、そんな鍋料理本来が持っているなんかこう心がポカポカするような触れ合いみたいなものを感じてもらうっていうのも一つの目的なんじゃないのかな。よーし、それじゃあ僕もみんなとガンガン鍋を食べてみんなと仲良くなるぞ。ずるいソブルーばっかり。会場の皆さんも今日はゆっくりとお鍋を楽しんで、そして一緒に来た人と触れ合いを深めてくださいね。そうだね。そしてそういう一つ一つの触れ合いがみんなの支え合いになって笑顔が増えていく。そしたらこの街も今よりももっともっといい街になるはずだ。笑顔、触れ合い、支え合い、この大鍋祭りを通じてそれを実現していきましょう。よし、それじゃあ最後にこの大会大鍋祭りの成功と会場のみんなが笑顔になれるようにいつものやつやっときますか。
行くよ。総合福祉戦隊ケアレンジャー、みんなありがとう。さようなら。今回のケアレンジャーショーいかがでしたか。調べてみると渡辺のつく有名人って結構いるもんですね。そういえば僕たちを呼んでくれた西海市福祉施設連絡協議会の会長さんもなんと渡辺さんと言います。西海市の福祉のためにとても頑張っていますので、皆さんこれからも応援してくださいね。総合福祉戦隊ケアレンジャーショーは西海市福祉施設連絡協議会と新上五島町社会福祉協議会の提供でお送りしました。